今日はロッキーさんに占ってもらいます。いらっしゃいませ。ロッキーさんの占いのとこに来ました。じゃじゃーん。頑張ってな、ひな。はっ、机の下隠れてシュークリーム食べてたの見つかってしもた。あれ、よっちゃんちゃん、よっちゃん、え、なんでよっちゃんこんなとこおんの。よっちゃんち。うっそやろ、どしゃみ。大丈夫。はい、じゃあひなちゃん占います。はい、手相から見ますので、コンコンの前に出てきてもらって見せてください。もうあれやな、ここはあなたと、三女前ちょっと写真で見たけど、二人ともこうくよくよするいうの出てるから、あなた両手にそれ出てるで、考えすぎるよ。だからあんま考えすぎたらやむかあかんで、でゆっちゃん両手系はやからな。兄弟全員で同じお題に対して悩み出したらえらいことになるわ。うん、だからそういうことがないようにないように言うたってな、なるときはしゃあないで。だからあなたいろんなこともな、考えすぎたらあかんで、うん、ほんでね、あのね、心の中にあるもの仕事につながるいうのが出てるから、まだ分からへんかも分からへんけど、なんかやりたいことある。保育士。保育士、ほんなそれになったらええんかな。保育士結構な、看護師さんも子供の頃からやりたいってなる人が多いからな、もうそれやったらええわ。うん、であとはね、あのおしゃべりするのもできるし、保育士は打てるんやろな。うん、ほんでね、あの本気になって人に対して向かい合えるいうの出てるから、占い師さんもそうや、先生とかもそうやんか。いい加減な気持ちでな、仕事だけやったらええや、ええわとかじゃ自分の言いたいこととか気持ち伝わらへんから、それは本気になって一人一人迎えるいうの出てるからな、保育士さん持ってるわ。でな、ある意味ひなもお子ちゃまのせん、いつまでたったで子供やねん。だからそのせいでな、ゆっちゃんの目線まで下がってな、あやの目線まで下がって一緒になってわ一緒に遊んであげれるしな。保育士さんなる人は絶対そうじゃないとあかんねん。子供の目線まで下がってわ一緒に遊んであげなあかんやろ、それできるわ。うん、でひなも大きなってからももう若いまま入れます。ただな、彼氏とか旦那にはよしよししてもらうのか。うん、ほんで精神的支えになってくれる人な、ひながくよくよしてた、まあまあまあ落ち着け、そんな大したことないやろって言うてくれるような人が彼氏やったらええわ。うん、同い年とかよりもな、年上のな、優しいしっかりした彼氏な。うん、お前ここはすごいな、ゆっちゃんもママもあなたもあげまん出てる、周りがな潤うん、出世すんねん。あとは結婚した人バーン良くなるわ。し普通にやる人やったらあなたのもらってガー行くから。いやこの人もやっぱりな、うん、あの事故ったって怪我せえへんとかそんなんもあるし、あなたもちょっと冒険した方がええかも分からへんで。もう20代めっちゃええねん。だから若い時にこうバーン行くことやった方がええから、実はな、その な心の中にあるもの仕事につながる言うたけどな、それが別のことかも分からへん。後から出てくるかもわからん。ほんま芸能とかそんなんかもわからん。意外と追ってる。んで、あの、ゆっちゃんとママと違うのはね、あなた自己プロデュースできんねん。うん、KY 線出てないねん。そうやねん、そうやねん。意外とええかもわからん。ただ、くよくよ専用にだけ気ぃつけてもろたらええから。うん。チャンネル登録してよね。でね、恋愛が一番いいわね。また恋愛全然悪くないで、若い時、はい、10代もいいです、10代後半もいいです、20代半ばもいいです、20後半もいいです、もういっぱいあるわチャンス。おい、うん、マジで恋愛もそんな悪い線はない。ただまあ俺の言った感じの合致する人を探してな、顔かっこええどうのこうのよりも精神的支えになってくれる人な、よしよししてくれる人な、でダメよくんじゃない、ない人な。うん、こうな YouTube 出たりそんなしてんのも絶対ええよ。だからそうやって自然になみんなでワイワイやりながらな、
カメラの前立ってどうおしゃべりしたらいいかとか学べるやろ。その中でやりたいことをバーンやってくれたらいいの。なんかちょっと冒険した方がいいで、うん、これ適当なこと言ってるんちゃう。そのやっぱり衛生が出てるから、うんうん、この人売れますか売れませんか言われた売れるってそうしてん、でもあなたもななんかちょっと冒険してな、うん、3姉妹なんかまあ行ってください、うん、ゆっちゃんち。はい、じゃあ、タロットカードやりますので、ひなのの全体音として出しますが、一番気にしてることが出ます。あのね、これね、だいたい近い過去、今、近い未来ぐらいの流れで出んねん。で、恋愛気にしてる人は恋愛が出る、仕事気にしてる人は仕事が出る、恋愛と仕事同じような波の時は全体音としてそれ全部出る時もあるし、はい、解説していきます。なんかちょっと踏み出せないことがあってんけれども、なんとかなんとか前には進んでんねんけど我慢が出てんねん。で、歯車は回ってんねんけれども、なんかバランス取れない、充実しないみたいなのが出んねんけれども、最終的には外に羽ばたける。今一番何気にしてる？学校でちょっとうまいこと生かしたいけれども、うまいこといけへんみたいな部分やねんけど、ある意味歯車回ってんねん。恋愛？恋愛やったらな、行きたいねんけどいけない、でもなんとかなって歯車今、両思いの子とかおるんです。それか片思いやけれども、まあまあ別に普通に友達としては歯車回ってて、あんな、これな、もし恋愛やとしたらな、ほっとったってお付き合いできます、両思いになるは出てないわ、うん、ちょっとうまいこといけへん部分もあんねんけど、これな、世界のカード出てるやろ、ある意味自分から出ていけやわ、殻を打ち破って こぶったらええやん、恋愛やったら。それか向こうがひな、俺もお前のこと好きやでってなんのかな、世界に羽ばたけるって言ってる、うん、じゃあ答えそのもの出したのか、うん、じゃあひなとこの子を、はい、占わせてください。え、こめっちゃ怖いね。ひなちゃんの恋愛運、まあ、ある一人特定の方とひなちゃんの恋愛に関して出しました。解説していきます。なんかな、前に踏み出せなくて、だからこれ恋人とかそんなありえへんね、うわもうこの人やっぱり無理無理無理みたいな、絶対ないかなぐらい思っとってんけど、まだ気持ちはやっぱり復活してな、ただ暗いの出てるやろ、まだうまいこと言ってへん。やっぱりなんか我慢、どうしようかなあんねんけれども、一緒におってまあ楽しいとは思うねんな。顔はあんまりタイプじゃない、一緒におって楽しい感じ。これそういうカードや、すごい、うん、ただ最終的にあなたの好きなようにいきますやか、あなた本位のこと、両思いとは出てないねんけれども、あなたが中心になっていけってことちゃうか、うん、だからゼロでもないが、あなた中心になってやから、あなたから告るか、まあ告らんなりにも、もっとあのラブラブ光線出してアプローチし、ラブラブ光線、ラブラブ光線、ゼロでもない可能性はあるけれども、ほっといたってうまいこといきますよじゃない。あー、やっぱ自分からいない、そうやな、そうやな、そういうあなたが中心になって、あなたがリーダーっていうのが出てるから、うん、そんな感じで頑張ってください。ありがとうございました。チャンネル登録してよね。ロッキーさん、占いしてもらいます。概要欄貼ってないで、はい、てください、はい、はい、ではまた、バイバイ。ありがとうございます。お待ち。はい、ママハッピーバースデー、ありがとう、ロッキーさん。ハッピーバースデートゥーユー、Happy birthday to you. Happy birthday, dear mama. Happy birthday to you. Yeah, yeah.
ちょっとさ、俺あのでっかい丸いのがなかった。予約入れな、買われへんかったの。嬉しい、ジャフーさん。はい。イエーイ。はい。そして、俺からね、色紙書いたんで、あとここ、はい、よっちゃん、よっちゃん、よっちゃん、あやひな、みんなで何か書いて。はい、じゃあママ、俺がね、ちょっとあの、色紙にメッセージを書いたので読みますね。はい。はい、ママへ、あのシャー、ロッキーちゃんシャー、ママがシャー、いつもシャー、社中 A& 編集もシャー頑張ってて、それは主語主語って思うからシャー。これからもシャー、夢がもりもり、森脇健児な食事をシャー、チュクってね。でもシャー、チュカれたらシャー、よっこい小一で腰を下ろして休んでね。料理の敵に手ガーッとやったらガーッとなるから気をつけてね。ハッピーバースデー金田ロッキー。ありがとう。はい、あとはい、みんなで何か書いて、これママにあげて、お部屋に飾っててください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そんな感じ。これちゃんと流してくれた、俺の好感度もね。お寿司おごってくれたと、これ流してくれた、好感度上がるからな、うん、カットしないでね。ありがとうございます。はい。